マービン・ハグラーはアメリカ合衆国の男性プロボクサー。1980年から1987年までの間に統一世界ミドル級王者として12度の連続防衛を果たした名王者。サウスポーのオールラウンドファイターであらゆるテクニックと強打、試合運びの上手さ、強靭なメンタルを備え、ミスターパーフェクトと呼ばれた。 ニュージャージー州ニューアーク生まれ、マサチューセッツ州出身。家族は、夫人と5人の子供。現在は、イタリア在住。ニックネームは、マーベラス。スキンヘッドと彫像のように鍛え上げた褐色の体が、特徴。ただし4戦目のドルネルウィッグフォール1戦目までは、髪の毛が確認されている。ミドル級としては、長身とは言えなかったが。 パンチ力、強固なガード、タフネス、料理機のフォームから動ける完璧なテクニック、ハングリー精神を兼ね備える。同時代に活躍したシュガーレイ・レナード、トーマス・ハーンズ、ロベルト・デュランのような派手な言動は好まず、現役時代は酒やタバコはもちろん、菓子やコーヒーすら口にしない修行像のような生活を送った。専門誌のパウンド・フォー・パウンドのランキングでは常に上位に、 名前が上がり、その実力は、ミドル級史上でも、屈指と評される。レナード、ハーンズ、デュランと共に1980年代の中量級黄金時代を築き上げた。貧しい母子家庭に生まれ、学校は9歳で退学。ヘビー級王者フロイド・パターソンに憧れて、ボクサーを志す。アマチュアのリングで活躍し、1973年に、 AU165 ポンドの国内王者となった。1973年5月18日、2回以降、収め、プロデビュー。順調に白星を重ねるが、その強さに王者が対戦を忌避し、無冠の帝王の称号を与えられる。1974年11月26日、レーシールズに10回引き分けに終わった。1976年1月13日、 ボビー・ワッツに10回判定負けでプロ初黒星を喫した。1976年3月9日、ウィリー・モンローに判定負け。しかしシールズ、ワッツ、モンローとは後に再戦しこで接続。1979年11月30日、WBA ・ WBC 世界ミドル級王者、ビト・アンツ・ォフェルモと対戦。ハグラー圧倒的有利の下馬評だったが、 王者のインファイトに苦しみ引き分けに終わる。1980年9月27日、WBAWBC 世界ミドル級王者アラン、ミンターに3回1分45秒 TKO 勝ちを、収め王座獲得に成功した。1981年1月17日、フルヘンシオ・オベルメヒアスと対戦し8回20秒小勝ちを、収め初防衛に成功した。 1981年6月13日、ビト・アンツ・フェルモと1年7ヶ月ぶりに対戦し4回終了時期券による TKO 勝ちを収め2度目の防衛に成功した。1981年10月3日、ムスタファ・ハムショと対戦し11回2分9秒小勝ちを収め3度目の防衛に成功した。1982年3月7日、 ウィリアム・リートを対戦し、初回1分7秒 TKO 勝ちを収め4度目の防衛に成功した。1982年10月31日、フルヘニシオ・オベルメヒアスと1年9ヶ月ぶりに、対戦し5回2分35秒小勝ちを収め5度目の防衛に成功した。1983年2月11日、トニー・シブソンと対戦し6回2分40秒。 TKO 勝ちを収め6度目の防衛に成功した。1983年5月27日、ウィルフード・サイピオンと IBF 世界ミドル級王座決定戦も兼ねて、対戦し4回2分47秒小勝ちを収め、WBA ・ WBC 王座は7度目の防衛、IBF 王座獲得に成功した。その後、ロベルト・デュラン、ファンド・ミンゴ・ロルダン、ムスタファ・ハムショ、 トーマス・ハーンズ、ジョン・ム・ガビと最強の挑戦者相手に12連続、防衛。1987年4月6日、シュガーレ・レレナードに12回1から2の、判定負けを喫し13度目の防衛に失敗し、王座から陥落した試合を最後に現役を引退した。ロイター通信が2021年3月13日、ニューハンプシャー州の自宅で死去したことを報道。 66歳遺没。ありがとうございます。